まさかこの日、何気なく差し出した傘が、私の人生を大きく変えることになるとは、つゆほども思っていなかったのです。日向瀬蛍ちゃんだよね。はじめまして。好きです。なんで私なんでしょうか。君にとって愛ってどんなもの？僕にとっては運命の人、ただ一人に注ぐものだよ。誰かを特別好きになるって気持ち、本当によくわからなくて。どう？少しは蛍ちゃん好みになったかな。いつか私にも恋はできるかな。花野井くんと恋の病、2024年4月放送開始。